はい、こんにちは、カズボーです。マザー3続けやっていきたいと思います。前回ね、ポーキーのね、くだらないゲームに付き合ってあげたんですけど、ギリギリでわざと負ける接待ゲームみたいなのね。なんかいる。なんだこれ。ユカ、ウェルカムトゥーマイルーム。ここは君たちがあんなに来たがっていた本当の100階だ。改めてようこそ。最愛にして最悪の邪魔者の皆さん。僕は君たちを招待した。だから自由に僕の部屋に入ってきていいんだよ。ただね、誰も僕の部屋に入れちゃいけないぞって命令してあるんだ。そこにいる戦うおもちゃにね。もしかしたらせっかくご招待した君たちとここでさよならかな。さあ、スイッチが入る。ナチュラルキラーサイボーグだ。なあそれ。なあそれ。うわ。ナチュラルキラーサイボーグ。最高。全体クラスしていくんだったら最高カウンターの方がいいのかな。でもシールドの方がいいかな。最高なんかカウンターなんか、まあどっちかだろうな。ここだよね。神谷弱い。攻撃強かったな。まあ、わざとあえて食らって跳ね返してても、ね、強烈な連発。ああ、特技を忘れた。なんかシールド貼ってんのかな。サイコカウンターあった方がいいよ。サイコカウンターとスターストームのなんかいきそうな気ですけど、どうなんだろう。一回やってみよう。電撃って跳ね返んないんだ。な。サイコシールドって1回だけなの、あれもしかして。カウンター装置。
私なんか攻撃でいけそうな気すけど、ね、取っといた方がいいか、使いたくないんだけどな。あ、倒した。あ、よかった。使わないで。一旦回復してくるか、さすがに。いきなり強敵だね。だこれ以上のがやっぱ出てくるかなと思いますけど、長っ長っ、どんだけだよ。おお、これマザー2の世界。懐かしいねこれもね。やっぱ1、2やってから3やるべきだね。だドラクエとかもそうなんだけど、ドラクエ4やってる時に7っていつやるんですかとか言われる時あるけど、5、6やってから順番的にやりますよね、普通にね。まあ、あの例外もあったんだけどね。自分 3DS でドラクエ8最初にやったんで、まあ、ちょっと順番おかしくなったけど、後で元に戻したけどね。ファイナルファンタジーは1から順番にやろうと思ってね、やってますし、マザーもそうですしね。他のゲームも1やったやつね、続きはやりたいんですけど、懐かしいね、これ。キャッシュディスペンサー、すげえ。これ全部2。まあ2の世界はね、なんかほのぼのとしてたよね。あ、これだ、一番最後。これがスペーストンネルみたいな感じだよ。お、白ごま黒ごま。砂漠に落っこってたやつ。懐かしいね、これもね。いや、まあ、なんか2もやっぱね、多分3やって、まあこれ見たら2やりたくなったりもするよね。まさかこういう世界につながるなんて2でも夢にも思わないから。消しマシン、うん、懐かしいね。低いんかな、そうでもねえと思うけどな。あ、なんだ、まっすぐ行けばよかった。斜めって。うわ、なんだ？山か。終わりの始まり。すべての終わり。いた。仲良くしようよ。僕がポーキーです。本当はこんなに素直なただの小さな少年です。もっと僕を可愛がってください。僕みたいに素直に僕に話しかけてください。はい、ありがとう。でも本当はあなたたちが邪魔。家の方が良かったのか。これフラってるポーキー01たちに襲われた。どうすかな、一掃してやっか。あ、
マジか。シールドついてたんか。やっちまったね。うわ、いやー、やっちまった。罠だった。まあ、間に合わねえだろうな、クマトラな。そうねか、命のうどんあっからな。あやられた。まあこういう時裏漢方でもいいんだけどね。ないからな、全部捨てちゃったよね。あ、あったあったあった。最後爆発すんだな。雑魚キャラ並みだね。まあ間に合わない。なんか嫌な予感した。お、なんだ。呼べば来るやつが来た。だから、あの、シールド除去できる、な、シールド取りだっけ、シールド取り狩り。これいいよ。マイナーロゴ。ナイスポージング。なんだそれ。まだいんの？メカポーキーたちが、ああ、突然男たちが部屋になだれ込んできた。DCMC メンバーたちが。バッチーが前に飛び込んだ。飛んだこっさ。ドラマのクライマックスには俺たちみたいなちょっとだらしない奴が頑張るものなんだぜ。バッチーの攻撃。お、シミズミズが前に飛び出した。ポーキー様とやらが俺たちを利用して町の人を洗脳しようとしたらしいけど、やつのふざけたシナリオをむちゃくちゃにしてやろう。はい、もう爆発しない。マジックだ。ポーキーとやらの思い通りにはさせねえ。OJ、 今まで悪さした分たっぷりお仕置きしてやるぜ。ボニーおいで。フリントが来た。
リュカ、いよいよだな。いよいよだな。敵を追い詰めたのか、わしらが引きずり込まれたのか、どっちでもいいんじゃないか。なあ、ダスターよ。ご本ご本ご本、もう少し前に出てよく顔を見せてくれ。おお、そんな顔をしていたのか。ここまで君たちを呼んだのは僕だ。未来と過去とを自由に行き来してきた旅人。誰よりもお利口で、誰よりもチャーミングで、誰よりもいたずらっ子なホーキー・ミンチ様です。この地球最後の人類を気取っているヘロヘロ生き残りの諸君、改めてようこそ。お尻ペンペン、あははは。ご本ご本、ぜいぜい。これまでの人間たちがやらかしてきた失敗を二度としないようにって、自分たちの記憶を消してまで新しい世界を作ろうとしただなんて、ばっかじゃないの。どんなにルール改定をしても、どんなに痩せ我慢しても、人間と生き物は何度でも同じように悪いことやバカなことをして自分たちの首を絞め合うのさ。そして破滅する。僕のように優れた英雄のアイディアに満ちたわがままに黙ってついてくれば幸せになれるのに。ぜいぜいぜい、はあはあ。どうしてそんな風にちっぽけな頭と情けない体と弱々しい心でジタバタとあがきながら生きようとするのかな。まあもう君たちの猿芝居も幕を下ろす時が来た。僕が力の中の力を我が物にする時が来たからね。これまでも全てを思いのままにしてきた僕が最後にして最大の力を手に入れるわけだよ。へへへ、あはははは、ゴンゴンゴ、はは、ふう。ここまでは遊びのためとはいえ、随分君たちにいろいろ譲ってきたものだ。僕はほら、退屈で退屈でスリルのあるゲームをしたくてたまらなかったからね。でももうこうして出会ったらハンデはなしだ。僕の奴隷、僕の命なき息子が最後の針を抜いてくれる。その時点でドラゴンは目覚め、僕の思いのままになるだろう。おそらく君たち、おバカさんたちはその瞬間からゴミか埃のようなものになってやがて消えてしまうことだろうよ。あはは、ちょっと寂しいけどね。そんなことでもないと僕は自分の退屈に押しつぶされそうなんだよ。ぜいぜいぜい、はあ、はあ、理解してくれるね。神のような存在になったポーキー様の悲しみを。あはははは、ぐうぐう、こんななっちゃった。おお、なんと君たち好みの芝居じみたタイミングなんだろう。今7本目の針がこの場所の近くで発見されたってさ。私はもうお前には協力しないぞ。わは、わは、わははは。リュカ君も抜きたいんだろうね。言ってみればいいじゃないか。僕は今でもフェアに教えてあげているんだ。やっぱりその方がゲームが面白くなるからね。でも一足お先に僕は行かせてもらうよ。近道からね。あははは、ごほごほ、ぜいぜい、はは。追いかけられるものならいつでもおいで。エレベーターは使い放題だ。あっかんベロベロペッペケペ、はは。100階にいるから、これ地下って言ったら相当下だよ。
リュカ。リュカ、どうしても気になることがあるんだ。俺だけを少し先に行かせてくれないか？はい。ありがとう。理由は聞かないでくれ。戻ってくるのが遅いと感じたらそのまま進んでくれていい。はい。ということで、ね、まあ、でっかい豚倒して、過去作品、マザー2のなんか出てきた、ね、道具とかがで、いっぱい見れましたよね。で、あと、ポーキー、あんななってました。ということで、この先何があるんでしょう。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターを流してあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。